はい、では今日は久しぶりに喋る動画でレシピを紹介したいと思います。で今日はそばつゆを教えたいと思います。で前にもね、そばつゆレシピ紹介したんですけど、もう今全然あんなめんどくさいことやってないんで、まあ切り干し大根煮出したりとかね、まあ、すごい手間がかかってたんですけど、今自分が毎月やってるそばカフェとかで出してるそばつゆももっとシンプルなレシピになってるんで、今日はそれを紹介したいと思います。で、使う材料がまず出汁を水出しします。昆布と椎茸、椎茸はもうこれぐらいの小さいやつ1個と、昆布はちょっとでいいです。なんかな、あんまりいっぱい入れちゃうとえぐくなるのでほんのちょっとでいいです。で、ここにだいたいお水を 650cc ぐらい、終わったらこれを水出し、このまま常温で 2,3 時間放置しときます。で、あんまり一晩とかやっちゃうと結構昆布と椎茸、まあ、昆布かな、ちょっとあんま美味しくない味がすごいいっぱい出てきちゃうんで、本当に 2,3 時間ぐらいでいいです。で、これをそのまま水出しで置いといている間に、次は返しを作ります。醤油を160、みりん、これ厳密にはみりんじゃないけど、みりんを30、まあ、これは返しのレシピは前と一緒なんですけど、で、あれ、どういった、おい、で、なんでもいいので甘味料、僕はいつもパームシュガーを使いますが、甘みであれば何でもいいです。お、10g で、甘みを使いたくない人はみりん30じゃなくてみりん40にしてもいいです。弱火で沸騰直前までみりんの、ちょっとアルコール入ってるんでアルコールを飛ばすのと、これが顆粒状なのでこれを溶かすためにちょっと温めます。こんなんでだいたい湯気が立ってきて火が通ったなと思ったらもう終わりでいいです。これがさっき水出しして 2,3 時間経ったやつですね。で、これを正確に 600g で、これはさっき作った返しです。で、もうこの中に 600g、600cc 入れていきます。この 600g は正確に測った方が美味しいと思います。で、その日のうちに使うんだったらもうこれそのまま使えるんですけど、何日か保存する場合はね、この出汁が水出汁なのでもうすぐ発酵しちゃうので、ちょっと 2,3 週間ぐらい冷蔵庫で保存するっていう時は火入れをして、まあ、沸騰直前ぐらいまで温めれば大体菌は全部死ぬので、で火入れをしてください。まあ、そのまま
すぐ使う、2、3日で使う場合はそのままでも大丈夫です。で、ね、新たにそばつゆを容器に入れて、で、これを冷蔵庫に保存しておくと。で、これはストレートなのでそのまま使ってください。まあ、こんな感じでそばつゆ新しいレシピの紹介でした。